ネアックルン橋は、カンボジアのカンガル州とプレーベン州の宗教のメコン川に架けられた道路橋である。2015年4月6日に開通した、通称は翼橋。カンボジアで2014年に発行された500、リエル札には、同じく日本の援助で作られた絆橋や日照記とともにネアックルン橋が描かれている。佳境地点は、 カンボジア国道1号線のメコン川渡河地点で、同国道はアジアハイウェイの一部として、ホーチミンプノンペン万国を結ぶ国際幹線道路の指定を受けており、アセアン諸国の物流の生命線である南部経済回廊の一部である。しかし過境前はフェリーで渡河するしかなく、長時間のフェリー待ちが生じるなど、交通のボトルネックとなっていた。 カンボジアの経済事情では大規模な道路整備が難しいため、日本に対して、橋梁の建設が要請され、日本の無償資金協力によって建設された。主橋梁の橋町は、河川幅をもとに640メートルとし、航路条件から中央の210メートル及び、両端の122メートルは橋脚を設置しない、設計となった。橋脚設置条件、及び経済性。 カンボジア国産品の有効利用、台風安定性などの観点から3景間連続 PC シャバリ橋の形式に決定された。工事期間中、佳橋地点のメコン川は雨期には水深25メートルに達し、作業台船の栄光が限界となる重速モノットの激流となった。また2011年の雨期には過去最大規模の大増水となり、 陸上ヤードが貸しから40メートルも侵食されるなど様々な困難を乗り越えての工事となった。ありがとうございます。